よいしょ。さあ、始まりました。道楽道場です。今週もお疲れ様でした。あ、なんか、埃が。今日はですね、ちょっとね、ビール飲みながらね、ちょっとワイヤーの話でもね、していこうかなと思います。うん。うまい。まあ、ワイヤーなんかに別に特にその、ポイントも何もないなと思ってる人多いと思うんですけど、これ結構ね、ベスパなんかだとね、まあ自転車なんかじゃあんま関係ないかもしれないですけど、結構面倒な取り回ししてるバイクだとね、あることが起きちゃうんで、それをちょっと今日ね、説明しようかなと思ってます。ポリッピー食いながらね、ちょっと、短い動画ですけど、お付き合いください。さて、ベスパとかね、ハンドルのところね、こう、いっぱいワイヤーが何本もこう出てるところね、で、一回メーターの辺に一回こう、上に出して、それを、こうやって入れたりなんかする工程ありますよね。そうするとね、例えばこの、ワイヤー、こうなってるときいいんですけど、例えば、ちょっと無理してね、こんなことしちゃったとか、で、ああ、いやいや、曲がっちゃったじゃんって。で、それをね、曲がっちゃったやべやべって、またこれを、こう伸ばしたりして、で、あ、治った治ったと。ね。治った。これで OK と、これ思っちゃうんですけど、これ実はね、ちょっとこれ、カッターで切ってみますね。老眼なんで、なんかちょっとよく見えないですよ。で、ここ、これ、アウターの、この、中に入ってるね、この巻き巻きの部分。これがね、一回曲がってしまって、一回こう曲がってしまって、で、やべやべと戻したの。で、こんな状態。まあ、一見戻ってるように見えますよね。これね、よく見ると、これ見えるかな？よく見ると、こう、隙間がね、まあ、ちょっとこれでね、ちょっとこれを持ってきたんで、これ、エアホースのウレタンホースです。これね、巻き巻きのこの部分、この巻き巻きの部分、実はこうなってまして、こうなってたのが、曲げてしまったと。あと、ここ隙間空きますよね。で、手離した状態でも、こういう状態。こう縮まらない。伸びちゃった状態ですよね。これが曲がったからといって、今度こうしても、またこうなっちゃう。もう癖がついちゃってるね。それをまっすぐにしたいからといって、こう逆に曲げますよね。さっきみたいに。そうすると、戻るんですけど、こうなるんじゃなくて、こうなったのがこうなるというか、そのグニグニしたところが、要はこうバネみたいになっちゃうというかね、こんな状態になっちゃいます。でね、ワイヤーっていうのは、中に入ってるこのインナーを引っ張ることで、まあ作用するんで、引っ張る力と同じ分がこのアウターをね、こう縮める力としてまあ作用してるんですけど、その時にこれがバネみたいになっちゃった状態だと、これが縮むっていうことも、ワイヤーを引くと同時に起きるわけで、こう、ぐにゃぐにゃと、ね、引きしろ、結構引いてんのに全然ワイヤーが引けないとかね、こう、タッチを気にする、例えばベスパで言うとクラッチとかね、フロントブレーキとかね、そういうところは、こういう状態になったワイヤーはちょっと致命的ですよね。まあ、曲がっていてもいいですよ。こういう状態でも別にです。これを伸ばして、こうしちゃって、時のこんなのがまずいわけですね。曲がるとこは必ずこうなってるんですけど、内側くっついてるんで、まあ問題はないですね。一回曲がったやつをこうやって、こうなっちゃったのがちょっと良くないっていうことですね。で、このね、ワイヤーの、
まあ、これちょっとまあ、中に、あの、テフロンのインナー入ってるんでちょっと見づらいですけど、本当にここの部分ね、紙が、あれ、この紙、うまい。これ、この曲がってないところは紙がこう入らないですけど、この一回伸ばしたとこね、ここは紙が入っちゃいます。ってことはやっぱそれだけ隙間が空いてるってことですね。隙間が空いてるんで、これ、こうぐにゃぐにゃと動いてしまうと。まあ自転車とかじゃそんなに、まあ気にすることじゃね、ないと思うんですけど、まあですからね、本当にクラッチ、ブレーキあたりはちょっと、まあ気にした方がいいのかなと思いますね。うん、うまい。まあワイヤーもね、まあとにかくまっすぐで、こうなってもいいです。こうなってもいいです。ただ、ぐーっとなったのを、こうしちゃうとダメってことですね。中伸びちゃってます。まあちょっとね、今日はこんな話だけですけど、ちょっと何かね、今度ワイヤー通すときに、参考になるかなと思って。うまいな、これ。ポリッピのね、ゆずこしょう味、四川麻辣味もね、美味しいですよね。電禄ってすげえ。山形のね、方では、10月6日、電禄の日って言ってなんか休みらしいですね。すべての企業とか、学校が休みになるってすごいですよね。羨ましい。というわけで、お分かりいただきましたですね。まあ、これ、みんな、誰も教えてくれない、ワイヤーの話でした。というわけで、ビールも終わっちゃったね。今日は、これくらいにします。それでは、以上です。クロコダイルだって。かっこいいね。